宮古島の民謡、雇用をですね、たっぷり、お聴きいただきたいなと思います。今日は1時30分に帰って歌わせていただきます。まず最初に、多良間島の歌から始めました。宮古諸島は8つの島があります。多良間のアーズっていう歌から始まりまして、その次にまた多良間島の、雇用、やっかやっか。最新などで歌われますね。男性が歌う歌です。やっかやっか。方言、
豊作を祈願する歌になります。でその後キャンナのマチャガマという星くべの歌謡を歌いました。3曲連続で宮古島 昔の歌はこういう手拍子とかで、まあ、楽器がなく手拍子とかでやる歌が多いのでね、その雰囲気を味わっていただけたかなと思います。はい、それではまた次はですね、法然の歌という宮古島の民謡を歌いたいと思います。こちらも法然を祈願した、法然豊作を祈願した歌です。新しい歌ですので、はい、ぜひ一緒に盛り上がってください。それでは次は、バンガムリという宮古島の子守唄があります。その曲を、歌いたいと思いますが、バンガムリはこれはお母さんが子守してるんじゃなくて、ムズアンガというね、ムズアンガというだいたい小学生とか、まあ、私の時代にはそういうあれはなかったんですけど、まあ、うちの母の時代とかにね、小学生とかちっちゃい子供が赤ちゃんを子守りするで、そういうちっちゃい子が赤ちゃん見ながら、お父さんは今ね、大きいタコ取ってくるからね、大きい今お母さん取ってくる、掘ってくるからねっていうことを言ってる
無駄になります、はい、そういう情景をですね思い浮かべながらお聴きください。バンガムリ、
はい、宮古島は本当にあまり島から外に出てないんですけれども、たくさんのいい曲があります。最初に歌った紅葉もそうなんですけども、こういう歌をまたね、あ、宮古島でこういう曲もあるんだという、なんかぜひ聴いていただきたいなと思って、逆にあまり歌われてない歌なども紅葉とかですね、その地域でしか歌われてない曲とか歌っていきたいなと思っております。今日はですね、メンバーの紹介、はい、じゃあお願いします。砂川と言います。生まれは、那覇なんですが、両親が宮古で、今平田さんと一緒に、宮古のですね、古い歌を、発掘してですね、なんて言うんでしょうかね、宮古の文化、音楽文化をですね、ちょっと調べて、皆さんにですね、ご紹介できればなと思っております。よろしくお願いします。あ、皆さんこんにちは。私もですね、この一緒に3人で、活動してます島の音プロジェクトという名前でも一緒にやってます。私のですね、両親が実は、出身がですね、奄美大島なんですけれど、今日はこういうことがあるっていうんで、奄美大島から来たわけではなくて、私は沖縄に住んでるので、そういうふうにちょっと離島絡みっていうことでこういう会に出れて嬉しいです。で、平原さんがおっしゃったようにですね、言ったように宮古島の曲を、歌を僕たちはどんどんやってます。で、宮古島のね、歌がすごくこうパンチの効いたいい歌がたくさんあるので、それを皆さんにこうお届けしていきたいというふうに考えてます。じゃあやりましょう。はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このステージですね、次の曲最後になりますが、また次3時から、歌いますので、皆さんどうぞいろいろこう回りながら、またお時間ありましたら3時のステージも、また違う曲を歌いますので、ぜひお越しください。このステージ最後の曲は「カニクバタ」という曲を歌います。開拓移民の歌になります。昔の琉球時代の大津からの強制移住ですね、県内全体あったと思いますが、その中で宮古の島内なんですけれども、開拓移民で出発する人たちを送り出す歌です。何にもない荒れ地、砂と土混じりの荒れ地に移住させられることになった人たちをですね、新しいところに行っても、わいーと、わいよ、頑張っておいでよって送り出す、あらがまで頑張ってまた反映させていってくださいと送り出す歌になります。それではカニクバタ、お聴きください。Oh,
中心のシンガー